こんにちは、ほのぼの一筆画、中尾月香と申します。ポッピーえひなげし、今日は描きますが、春から夏にかけて可愛く咲いてくれるお花です。皆様もよく目にする機会もあると思いますので、ぜひご一緒にお楽しみください。桜のマット水彩のオレンジ、黄色、白、グリーン、赤といったようなお色で仕上げてまいります。はい、とてもね簡単で仕上がりますので、花びらも4枚なので描きやすいですから、意外と達成感、あ、簡単だったわっていう感じになるかと思うんですが、ね、はい、ご一緒に描いてみましょう。はい、ではオレンジ系から描いてみようかしら。はい、このように、はい、下から上にね、縦にまあ、ほぼこれ黄色に近いので、じゃあこれは黄色のポピーといたしましょう。はい、描きました1つ。そしたら続いて先ほど言ったオレンジ系、少し濃いめのお色にして、はい、オレンジですね。はい、縦に上にっていう風に広げていきます。そしたらね、この段階で最初に描いた黄色のところにも軽くね、こういう筋を入れます。花びらに繊維がございますので、あんまりね濃いとギョッとしてしまいますが、同系色で優しく筋を、後で花芯は描きますが、入れてくださいね。でちなみに黄色のポピーは風水と同じで富とか財産を表します。オフィスとか自宅に持ってこいですね。そしてオレンジのポピーは優しさとか思いやりっていったような花言葉があるようですね。で今描いている赤ですね、赤のポピーも大きいものだとね、本当花びら 2-30cm ぐらいのものもございますが、お礼とか感謝を述べるときにもってこいのお花です。喜びとかね、はい、それぞれにね花の持つ色でイメージが、変わってきたり、花言葉も変わりますので、はい、人様に差し出すときにはお気をつけ遊ばせ、調べてからね。はい、これピンクで入れます。ピンクはねオレンジと同じで優しさとか思いやりっていったような意味になっているようですよ。はい、これも繊維を入れたと思って、はい、ちょっと横向きにねいたしました。そしたらもう一つぐらいオレンジいこうかな。少し濃いめにして、この辺にやや複雑な色のレッドオレンジっていうね感じ、まあ、ピンク系にも見えないことはないですが、ポピーもねいろんな種類が150、60種類あるそうなんですけれども、私もそんなに詳しくはないんですが、場合によったらケシっていうのはね、ちょっとこうあまりよろしくないことに使われることもあるようなんですけれども、はい、まあそういったことはあまりよくは知りませんけれどもね。はい、かわいいお花です。今ねつぼみをちょっと描いておりますが、こういうふうにね丸っこいつぼみもついたりします。はい、そしたらね中がねそろそろ乾いてくるかと思いますので、その時点で花芯を入れていきます。はい、黄色でこの周りに点点点点点点とね花芯を入れてまいりますね。はい、ね、目立たないですかしら。点点点点とねしっかりと、はい、横からね横向きでちょっと見えているっていうイメージでいいかと思います。そして、グリーンとか茶色、少しね薄い茶色を取ったら、この真ん中ポチですね、真ん中ポチ、真ん中ポチとしてね、真ん中ポチね、あまり濃く
最初はしなくてもいいと思います。そして今度濃いめにこの上からちょん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 としてね、あまり目立たないですけれども、はい、花芯が入りました。でこれでね、あと軸をつければ仕上がりになっていきますが、先ほどね150種類ぐらいあると申しましたが、私たちがよく目にするのはアイスランドポピーっていうねものが多いんですけれども、あと花びらが大きくなるって言ったのがね、オリエンタルポピーっていう種類がございます。これには繊維がねしっかり入って割と大きな花を咲かせます。今これがこれでしょ、これがこれでしょ、これがまだですよね。でこう入って、でこれもこういこうかな。でつぼみもこうきて、この辺面白いですね。どこに行っても雰囲気が出そうでありがたいです。はい、とてもチャーミングに素敵に、そして大胆に仕上がっております。これは半紙に書いてますが、まあ、皆様は、何に書かれるのかな、はがきかな。はい、ちょっとねこれつぼみのところお色入れました。はい、まあ、こういった感じで、アイスランドポピーかな、オリエンタルポピーかな、またシャーレーポピー、コクリコとも呼ばれるのかしら。そして、今日は書きませんがブルーポピー、長寿ひなげしっていったような種類もあります。で今回、白もねポピーにはよくあるんですけれども、白を書かなかったのは、白の花言葉がね忘れたいとか疑惑とかっていう言葉につながるので、白はちょっと書かないでおきました。オレンジ、ね、赤、黄色、ピンクっていったのはとてもプレゼントするにも飾るにもいいお花になりますので、ぜひぜひ、自宅、オフィス、そして、特にオレンジとかピンクは気持ちを抑えたい時にストレスの多い時眺めていただくと心が安らぎますよ。はい、桜のマット水彩を使いながら楽しみました。本日もご視聴ありがとうございます。